てた捨てた。あ、本当だ。透明のところつけるんですよ。長谷川さんの位置を調整してみました。はい、あれ調整されましたか。おお、あ、なるほどなるほど。あれ、はい、308回目の、うん、キバラジ。長谷さんによれば応用情報技術者講座だ。そうそう、もうあと10月、調べたら10月16日なんですね。いや早いですね。案外この間終わったばっかっていう、この間終わったばっかに時間がなかなかないということで、うん、今日はやろうかなと思ったけど、はい、多分やりません。なるほどなるほど。じゃあ何かな、はい、ということで、はい、はい、キバラジは何かと忙しいあなたにお昼のホットひとときを提供する気の抜けるラジオですということで、はい、今日はこの金曜日、応用技術者、応用情報技術者試験講座という形でですね、はい、やっていきたいと思います。 IT パスポートと比べてだいぶ言いづらいですね、はい、応用情報技術者試験講座、うん、軽く早く、じゃあどうぞ。応用情報え、本当にですか。結構言えますよ。何だっけ。応用情報技術者試験講座、応用情報技術者試験講座、はい、なんとかなんとか、うん、はい、これ月曜日も今度応用試験に、応用にやってきますから、はい、もうきっと田中さんは IT パスポートぐらいは受かってるであろうと、そう願いたいですね。じゃあ IT パスポート落ちてたらどうします。どうしますか。それはなんで坊主にするとかそういう類の話ですか。いやそうじゃなくて、はい、秋はどっちを受けますかって。ああ秋、日取りが今度一緒になっちゃいますよね確か。あ、そうですね、今回は特別採用だったので、震災特別採用だから日がずれてたんですけど、どっちかといったら今度も応用で、応用いきましょうか。もし、はい、ですね、だからそれでいきましょう。ということで、まあ、今週の基盤インターナショナルと応用情報技術者試験講座やっていくわけですが、はい、じゃあまず今週の例によってまたブログ見てみましょう。昨日から何かブログ変わってるかなということで、はい、昨日のあの脅威の F1 ネタすごかったですね。あ、そうですね、うん、F1 ネタであんなに人が読む、であんなに人が来ていただけるとびっくりでございました、はい、今週は、小山大蔵先生によるお花の解説と、はい、これお花の解説も確か結構見どころっちゃ見どころなんですけど、うん、これは飛ばしつつこんな感じでいろいろね。これはもうこの写真は小山先生ご自身が撮っていただいてるんですよ。あ、まあ、たまに女子の方の場合もあるんですけど、はい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 、じゃあせっかくなんでちょっとコメント聞いてみましょうか、はい、デジカメで撮ったやつだから、このロビーの毎週変わるお花、デジカメが撮ってるんですけど、あのデジカメで今これズームしてるんですね、はいはい、ズームするときこれをやると必ずカチッっていう音が入ってしまうので、なるほど、今度からやっぱり手でアナログに近づけようかと思ってます。これなんかすごいですよね、これ、はい、なんていうか品のある飾り方をしてる、うん、今週はシンプルです ね、 ね、なんかこう、あ、でも僕今週のこれ好きですよ、なんかこう、はい、シンプルな中にも、うんうん、この盛られた感じというのは、はい、持ってるかで、これは昨日も紹介した中小企業診断士講座と、はい、それからあの MPEG の話と、はい、いろいろ載っております、うん、なんか追加されてますか。コメントがいろいろいただいてます。そう、コムエンコーダーと TMPEG の違い何、はい、っていう質問があったので、まあ、TMPEG の方が価格高いんですよ、はい、で編集機能が充実しているっていうのが主な違いです、はい、なるほどなるほど、うん、この、ビデオマスタリングワークスっていうのが編集が結構いけるってことですね。エンコードプラス編集もできるから、はいはい、まあ、値段倍ぐらい、なるほどなるほど、そうですね、ゴムエンコードは5000円ぐらいで、ただエンコードしかしてくれないですから、ね、特化した機能、なるほどなるほど、うん、この辺なんかもそのうち説明ビデオがみたいな、はい、はい、といったあたりが、あとこれですね、これ天井吊りカメラ、これ実はあの、はい、そこに置いてあるんで、来週の水曜日あたりぐらいにですね、きっと長谷川さんが自慢するんじゃないかなと思うんですけど、そうですね、それまで撮っておきましょう、はい、ちょっとこれは楽しみ、はい、僕らまだ設定してないからこんなあるよってしか、そうそう、一応じゃあ自慢だけしましょうか。上の方に設置するってことなんですか、これは。そうだと思いますね。手の届かないところどこか、案外重い、本当ですか、片手落とすと大丈夫、
こういうこれですね。で、あ、そうかそうか、そうつくわけ。こう天井にくっつけて、こうライブ映像が。なるほどなるほど。感じのやつですね。ソニーのロゴが逆さまになってしまう。こう、まあ、もちろんこうも置けると思う。まあそうかそうか。なるほど。こんなやつです。なるほど。うん。落とすとこうやって下の方とか。なるほど。はい。こんなのもあります。うん。楽しみです。よいしょ。前もちっちゃいカメラで上の方につけてたことありましたけど、それの本格的バージョンですね。あ、ウェブヤレッドさんだ。今日はね、ウェブヤレッドさん向けのネタなんですよ。実はね、キバラジ、はい、キバラジって書いていただいてますね。ありがとうございます。うん、今日はウェブヤレッドさん向けのネタですから。はい、じゃあちょっとパワポ戻りますよ。はい。はい、でね、まあ、振り返り、はい、振り返りつつってこっちじゃない。で、熱い。あ、これは1年ぶりに見ました。このマーク。熱兵衛ですね。熱いぞ熊谷、熱いぞ熊谷市。暑いぞ熊谷、コピーライト熊谷、こいつ熱兵衛ですね。本当に暑そうですよね。こいつ本当に熱苦しい。もうこの打ち屋ぐらいじゃどうにでもな、どうにもならない感じがいいですよね。うん、打ち屋でなんとかしようとしてるあたりがすごいです。そうです。で、なのでそんな時は冷房グッズで涼を取ろうということですね。今日は冷房グッズ特集をいろいろ考えてみました。ほうほう、はい、まずですね、最初冷えぐるみ。冷えぐるみ、ご存知ないですか。と首をかしげて、はい、このですね、はい、冷えぐるみというのがこちらでございます。うん、これ。これは一見普通のなんですか。一見普通の、はい、ぬいぐるみっぽいやつなんですけど、これはですね、何かというと、はい、ちょっとネットで冷えぐるみ検索してみましょうか。はい、これね、なんというかね、うん、あの980円ぐらいなんですけど、はい、ちょっと面白げというかですね、うん、冷えぐるみ、まあ、そういう発想もあって、こいつ自体は冷やす機能はないっていうとあれですけど、はいはい、なんちゅうんですかね、こうこいつ自体が冷え、なんちったらいいの、まあいいや、こう見てください、はいはい、まず見ましょう。こういうね、いろんな、まずこのネット、こうペンギンとかパンダとかシロクマとかっていうぬいぐるみなんですよ。はい、この人たち冷えぐるみですか。これは冷えぐるみですね。で、はい、これを買ってくると、まあ、もっとこうぺしゃんこなんですけど、水につけるわけですよ。はい、これを水につけます。はい、で冷蔵庫で冷やしてください。まさかとは思いましたが、冷蔵庫で冷やす。冷蔵庫で冷やす。そしてで、こうすると冷え冷えになってるから、ああこうやったりするとひんやり、ぬいぐるみを体に当てて、これ見えるから、ちょっと田中さんそこにあるんですけど、これで冷蔵庫で冷やして冷えぐるみを体に当てて涼を取ることもできる。なるほど。これね、でもちょっとや触ってみてください。はい、なんかね、こう、あ、これはじゃあその作業を行ったものですね。行ったと。あ、でも微妙でしょ。微妙です。微妙。あの、そんなに涼しくないんですよ。すごく微妙。うん。冷えぐるみ。冷えぐるみ。ただね、こいつの優れてる点というか、はい、多分どうしてこうなったかっていうのはあれなんですよ。はい、あの、まあ、吸水ポリマーでちゃんと水を吸ってくれるんですけど、はい、じゃあこの発想だったら、はい、あの冷えピタとかでもいいじゃないかと。すっかり冷えピタ的なものが中に入ってると思い込みました。そうそうそう、最初。まあ、冷えピタ。今冷えピタっていうか、あの、うん、あれ、あの風の、なんていうの、なんて言ったっけ、保冷剤、うん、保冷剤、保冷剤、はい、だから、まあ、保冷剤的なもんなんだろうなと思うんですけど、うん、はい、まあ、そうカチカチにならないんですよね、これ、うん、で保冷剤でもいいんじゃないか、まあ、ひょっとしたら全部カチコチにしたらもっと冷えるのかもしれないですけど、はい、うん、冷蔵庫の方だったんですけど、冷凍庫、あ、冷凍庫行きましたに、これ一応冷凍庫に入れたんですけど、ね、はい、カチコチにはなってない。ただカチコチになるやつだと周りに水、はい、水滴がつくじゃないですか。そうですね。はい、で冷えぐるみだとこの布だから水滴をおのずから吸ってくれる、なるほど、っていうところがポイントなのかなと思うんですけど、その分なんかこういまいち冷え度がこのね、この絵にあるようなひんやりっていう感じじゃなくて、まあちょっと涼しいかなぐらいなんですよね。手で持ってる手はなんか涼しい感じがするんですけど、顔に当てるとなんか涼しい。ここまでクール冷てって感じにはならない。おかしいなと。そうですね、ということで、はい、ですね、これはちょっとあれだったんで、他にもちょっとご紹介したいと思います。はい、よくあるのは、うん、さらにね、かわいいはかわいいんですけど、かわいいんですよ、うん、結構ね、期待してたんですけどね、ちょっと案外、はい、次 USB 扇風機、これはよくあるじゃないですか。うん、ちなみにね、これ今すっごい売れてるらしいですよ。本当ですか。結構、うん、まあ、最もあの家電の扇風機の方がバカバカ売れてるらしいんですけど、はい、最近節電ブームなんで、はい、うん、USB 扇風機も結構売れてて、はい、結構ね、あのオフィスとか、はい、でももうエアコンの温度がビルの中で28度に固定されてるとかで、
結構ねこういう USB 扇風機を使って量を取ってるというか、あのオフィスに割とね並んでたりするような会社さんもありますね。でその時によく見るのはこういう感じのいわゆる扇風機っぽいやつだとか、そうですね、こんな感じのやつなんですけども、今日はねあえてこれじゃないタイプをご紹介してみたいと思います。今日ご紹介するのはねこちら、これちょっと見えづらいかな、こういうねこうニョコニョコしてこういう風にそのまま形が固定されるニョコニョコですね。そうそう、あれのね、こういうやつでこれを、じゃあちょっとこのノート PC でやってみましょうかね。はい、のこの USB に挿す、そうするとおそうするとこのようにビイーと角度とか調整できると、はい、調整できる、回る、ね、このタイプが、はい、の方がなんていうかこう見た目的に面白いんじゃないですか。そうですね、見た目的には面白い。結構数見て、うん、痛くはないんだ、はい、今あのそんなに痛くはないんだけど、反射的に反射的にいてっと言ってしまいました。見た目、まあ風は風で言うと、うん、あの実はでも結構ああいう扇風機っぽい感じのやつの方がファンも大きいですから、はい、うん、風は強いんですけど、はい、こっちの方がなんとか見た目的に面白い。そうですね。でね、これは1個じゃないですか、はい、これの面白さっていうのはさらにこうじゃなくて、はい、これをちょっと改造、まあ、改造したやつがあるので、うん、魔改造ですか、改造っていうかいっぱいつけてみたやつが、はい、こうするとさらに面白いっていう。ほう、よいしょ、見えるかな、ノート PC は OK、 OK、ちょっと勝手にカメラいじっちゃおうかな、うん、長谷川さんが登場した。じゃあ長谷川さんにこのまま、うん、ちょっとそこをね、これ昨日の、 あのお土産でいただいた長谷川さん、いつも面白いのは防音扉を開けっぱなしに入ってくるところが僕好きなんですよ。まずですね、まず最初は、うん、今日のグッズ、はい、何でしょう、パンダ。これなんです。これのすごいとこは、はい、USB ハブなんですね。ここはおっと、はい、これね、カメラ固定でもいい、この辺、はい、USB ハブになってるんですよ、うん、さらに目が光る。え、わかりますか、ね、え、今光ってます。あ、光った光った。ちょっと分かりづらいかもしれないけど、青く目が光るんです、うん、これは分かりにくい。まあ、はい、で、これにさらにね、はい、さっきの USB の扇風機をくっつける、はい、ギョイーン、ギョイーン、ギョイーンってこうやってくっつけると、はい、ほら、この、なるほど、絵も言われぬ、なんていうか絵も言われぬ冷房グッズみたいな、なんと言いましょうか、そのパンハブパンダから触手的なイメージで、触手的なイメージのものがね、はい、でさらにこれがねこう振動を完全に削ってくれないので、はい、こう微妙にね共鳴したりすると、あとはねこれ重心の取り方が非常に難しい。なるほど、ちゃんとこう重心倒れる、倒れないように、ね、はい、難しい。もっとこっちか。とりあえずこの冷えぐるみ温まっちゃうんで、こいつで冷やしましょう。こんな風に。はい。わあ、ほら、こういうね、無駄オブジェクトが出来上がるわけですよ。うん。だから結構面白いですよね。うん。オフィスにこういうかなり無駄、かなり無駄なオブジェクトが、うん、はい。本当にオブジェクト、物体っていう。物体ですね。あ、電池が。ケーブルが抜けかけた。うん。なかなかこうバランスの取り方が難しい。三股のオロチじゃなくてパンダと、パンダ TN ダツンがこんな風なのができるわけですよ。なるほどなるほど、ね、涼しげな、涼しげで、さらにさらにさらにあります、ね、今日ご紹介するのはこちら、うん、これ知っています？知らないです、ね、ノートパソコンもこれ冷やすやつなんですよ。ははここにファンがついてまして、へ、これもねなかなかこう役に立たないグッズなんですけど。あ、そうなんですか、うん、あのね凄さが実感できない。うん、ノートパソコンってほら裏側とかがさ、はい、暖かくなっちゃってるじゃないですか、はい、でここにファンがついてるから、うん、こうやってねノートパソコンの下に挟んであげる。なるほどなるほど、いい、こういうふうに、ああ、なるほど、こうやってノートパソコンの下に挟んで使って、はいはい、あ、すいません、ノートパソコンの下からこうファンで風を送り込む感じ。そうそう、こうするとノートパソコンが高速だよ、高速、うん、要は冷えて、はい、
冷えるからその動作が遅くならないと。なるほどなるほど。ちなみにさっきの本来的な使い方というのはこれ3つぐらいをね、この辺に、あ、ここ、こっちは USB か、こういうふうに本当はパンダオブジェクトじゃなくて、はい、こういう音が入ってないのでマイクに使わない、はい、こんな風にノートパソコンをさせてあげた方が本来的には近い。なるほど。USB の穴を全てこのファンで使うというファンで使うポーキョあ、給電パワーが足りないかもしれない。ああ、なるほど。そんなことはない。電源大丈夫大丈夫、オフにしちゃったってわけです。ほらね、怪しげな感じでしょうん、これをやってる人がオフィスにいると何を何なんだっていう何なんだっていう感じはありますけどね。結構バランスが悪いんですよね、うん、この USB のこの結構重量があるファンを USB だけでこう、はい、うん、この口だけで支えようっていう発想が多分間違ってるんだと思うんですね。これそこに意外に負荷がかかってる、ね、意外に負荷がかかって結構口が痛みそうで心配みたいな、はい、はい、まあこんなやつがあるんです、うん、はい、どうもありがとうございます。 まだいいや、ごめん、カメラこのまんまで。ね、一瞬だけ、じゃ あのどうしようかな、あ、ごめん、一瞬カメラ戻してもう一回だけパワーポイント出したいんだ。もう一個紹介したいアイテム、うん、さらにこれ何ですか、これは。こっちがね、これもなかなかすごいバカアイテムです。 USB ネクタイピンクーラー。そう、実はね、今日紹介したアイテムの中でこれが一番高かった。ほう、これがこちらです。あのね、CPU クーラーみたいなやつあるじゃないですか、はい、あれにこうやって USB で給電できるんですよ、うん、なるほど。だからオンにすると、うん、おう、この、USB クーラーが回る、はい、でこれをネクタイピンとしてつける、はい、と涼しい、なるほど、というやつなんですけど、はい、ネクタイピンこうね、はい、なんていうの、ここからこっちの上側から風が出るんですよ、は、はい、だから、うん、こうつけたいわけですね。そうですね。でもネクタイじゃなくてこのワイシャツにつけようとするとそっち側につかないんですよ。ああ、そうかそうか。こうだと下に風がいくんで。なるほど。ネクタイにつけたい。もしくは無理やりこうやって。なるほど。シャツの中から風。なるほど。それ風切ってますか。一応なんか胸元が涼しい。はい。まあ本来ネクタイピンであることを考えるとあまり文句はそこは言えない。そうそう。しょうがない。ネクタイにすればね。はい。これがね。これはね、この辺に来るわけですか、本来。うん、多分ね。だからこうやってもいいんですけど、なるほど、あのね、はい、まあ、つけてみてもらったら分かるんですけど、本来的にはこうなるわけですよ。そうですね、田中さん的に、うん、なんか微妙なそよ風しか来ない。そよいでるかどうか。そよいでるからすら怪しい。そう、この音でその気分を味わってる雰囲気。あのね、この全く涼しさがない感じ、はい、一番高かったんですけど、まだね、全然こっちの方が涼しいですよ。あ、そう、これは結構風感じますよ。これは結構風を感じるんですけど、あれ、これ1個いくらぐらいですか。これはね、980円です。これはこれはね、2980円です。3000円、3倍。だからこの3つと、はい、このネクタイピン型クーラー値段一緒ですよ。うーん、なんか残念な商品ですね。これすごい残念。はい、はあ、というわけで、待って、とりあえずね、いろいろ落ち着けるんだったらいいですね。とりあえずいろいろ一番おすすめなのは、はい、今日おすすめした中でやっぱりこう USB 扇風機が案外風が来ていいんじゃないかなと。なるほど。なんだか分かんない、こいつですね、はい、普通だと単に冷やしたものだとすぐ温まりそうな気がするじゃないですか、はいはいはい、なんかこいつ芯から冷えてるせいか、うん、しばらくしてギュッと握ったりすると意外と冷えが復活する、うん、あ、なるほど、感じですよ。もっとガチガチに凍らせたりしたらいいかもしれない。そうですね、こう多分こう毛成分を含んでるから、はい、そう簡単には温まらない。そうそう、なんか中の方からじわっとこう冷えた水がまた戻ってくるみたいなところありますよ。あとね、こう水なので案外こう質量があるんですよ、はい、こいつ。あ、そうですね、確かに。それは軽げに見えて案外重い、うん、確かに。あ、そう、結構うるさいです、この。あとね、なんていうか、このなんていうの、あの CPU ファンの匂いってあるじゃないですか、はい、あのなんかグリスというか潤滑油の、うん、はいはい、これね、結構ね、こうしてるとね、それがね、来るんですよ。そうですか。なんかこう臭いっていうか、うん、あの例のあの匂い、うん、高回転してるやつの例のあの匂いがします、はい、ということで、はい、身近で量を取るならば USB 扇風機はとりあえずおすすめ、うん、ということでした。はい、はい、
はい、ということでグッズの紹介でした。案外うるさい、うん、確かにこっちはもう音しないですよね。そうね、こっちの方がうるさいんですね。これ高速回転してるだけで、これはこれで、はい、あの何もしずにこうやって打ち合わせしてたら、はい、何ですかっていうのはああ来ますね。あとはもうちょっと考えたのはこのネタさらに引っ張るとこれをね、はい、もういっそのことをいくつか体内にこう服の中にいくつか仕込めば、はい、もうちょっと涼しいんじゃないかな。うん、そうですね、もうちょっとは。たださ、これ例えば3つ仕組んだとすると1万円近くするわけじゃないですか、はい、そうですね。でそれだったらさ、あの、はい、もっとこう1万円ぐらいの夏用スーツ買った方が安いよねとかね。確かに余計なことをせずに、これやっぱ音がもうここで鳴るっていうのが結構辛い、はい、僕的にはですね。ある意味なんだろう、ただこれあとポイントとしては例えば、はい、あとねこれもう今発見した吸引器、ここをこれなんか結構多分やばい、あもう限界ですか、ここをギュッて押さえると、はい、あもうそこに止められます。もうこれ下手するとだからここに変にギュッていう負荷をかけると、はい、モーターが焼きつくんじゃないかっていう怖っ。なんてことだい。これ例えばこうやったりすると、あこれほら背中が涼しい。あそこはどうですか。ちゃんとねなんかこう向きを考えないと意外とね、意外と首筋が涼しくて嬉しい。なるほど。これどうしたらいいんだろう。そこは意外と涼しいかもしれない。ここからケーブルが生えてるから、はい、風向きとケーブルの生えてる向きが一緒だからどうやってこう、うん、このケーブルを回収していいか分かんない。なるほど。この間に冷たいものを挟むと冷たい風ってきますかね。あ、来ると思うよ。来ますよ。あの冷風船ってやつが同じ原理なんで。冷風船、そうそう、あの扇風機、水の蒸発の気化熱を使って、はいはい、こう、あ、これこんな時にネットがあるんじゃないですか。冷風船、すごい風船ですか。冷風のこれです。水が蒸発する際に気化熱を奪うことを利用した主に家庭用の簡易的な冷房装置。これちょっとでかいやつだな。要はね、こういうのの前に水のフィルターっていうか、まあ布でも何でもなんかこうあるんですよ。そうするとここで水が蒸発するじゃないですか。で気化熱を奪うから冷たい風が来るんです。扇風機ってただ風を送ってるだけだから気温は変わんないっていうか、むしろこの部分で発熱するから温度高いですけど、冷風船は水が蒸発してる間は気化熱を奪うから涼しい風が来るんですよ。ただし湿気は上がります。そう、本当思いました、ね、湿気は上がります。そこはどう解決してるかな。そこは解決してません。風船っていうのはどういう意味で。あのね、風が冷風船、これなんですよ。あ、風船、はいはいはい、扇風機。なるほどなるほど。風船ってばっかり思っちゃったから。なるほど、こっちこっち、これですね。大にファンです。ただ同じことをやろうとすると、はい、この扇風機の前に洗濯物を干しても原理的には一緒のはずなんですよ。あー、なるほど、確かにそうですね、うん、湿ったものを置けば。そうそう。あ、でも洗濯物だとあれか、風がこっち来ないもん、ね、完全にシャットアウトされすぎですかね。という感じ。なるほどな。はい、まあまあそんな感じで、うん、じゃあ最後、面白いですね、ちょっとだけ応用情報上技術者試験講座の復習というか、はい、初めにというか予告、うんうん、なるほど、はい、したいと思います。予告、はい、まず応用情報技術者試験講座なんですけれども、基本的には午前と午後あります、はい、うん、で IT パスポートは2時間ぐらいの午前だけのテストだったんですね。はい、でも応用情報になると午前と午後で選択式と記述式の問題があります、はい、で出題数が80問と12問ぐらいな感じがあるわけですよ、はい、うんうん、ただこの講座ではこっち記述式の方はちょっと対策しづらいので、はい、自分で頑張っていただくとして、うんうん、こっちのこう多子選択式の方のこっちの問題を基本的には取り扱っていこうと思っています。はい、で範囲としてはね、で試験日が10月16日、うんうん、で分野としてはこんな風にですね、基礎理論からアルゴリズムうんぬんかんぬんという風にあるんですけども、はい、こっちが大体のパーセント、ただ計算したらなんか100に足りなかったのでどこか間違ってるんですけど、うん、IT パスポートだとこの辺の基礎理論とか、基礎理論はそんなになかったか、はい、コンピューターの話とかが割と多かったんですけど、はい、そんなにね出題範囲が多くないんですよね、うん、むしろ応用情報だと下の方のマネジメント系、ちょっとマイクとかで見えないかな、まあ、マネジメント系の分野が多いわけですよ。プロジェクトマネジメントとかサービスマネジメント、はい、要はね、多分その
どっちかっていうと上流というか高級というか偉い人、はいはい、もっとこう意思決定をしたり管理職の人のが受けてほしい上級の講座なので、あんまりこう細々とした技術のさまざまなことはやらないっぽいですね。ただもうちょっと難しいこととかレベルが上がってることをやってるので、このあたりが結構ポイントになってくるので、で基礎理論とかやってても数学的な話とかだったりするので、はいはい、一応今後の IT 違う情報技術応用情報技術者試験講座ではこっちの方を先にやっていこうかなというふうに思ってます。ただねこの辺も例えばサービスマネジメントとかだと、はい、ITIL とかですね、はい、要は IT のサービス技術をどういうふうにやっていくかっていう、はい、それ一冊でそれ一分野で一冊本があるじゃんっていうぐらいのところがあるので、そうそうそう、はい、なかなか難しい範囲が広いんですけど、うん、まあ、この辺りを中心にやっていこうかなと思います、はい、ということで次回予告でした。というわけで応用情報技術者試験まであと93日、なるほど、はい、3ヶ月ちょっとしかありません、ね、3ヶ月ちょっと、はい、早いなですね、頑張っていきたいと思います、はい、ということで今日はちょうど59分なんでこんなところかな。余韻はこれは昨日のままなのでそのまま、はい、ごめん、ちゃんちゃかを消してしまった、うん、ちゃんちゃかプリーズテケペンテケペン、あ、終わり時間ですが、シバティさん、はい、じゃあシバティさんのためだけに今日の今日の気晴らし1分で分かる今日の気晴らしやりたいと思います。プレイバック、プレイバック、はい、今日のポイントは、はい、一番役に立ったポイントっていうのはどうやって、はい、オフィスで寮を取るのが一番いいかということで、うん、いくつかの案があったんですけども、この冷えぐるみというやつは、はい、思ったほど冷えなかった、うん、でいろいろ検索してやってみた結果、このノートパソコンにこのようにですね USB 扇風機をつけるのが一番いいのではないかというのが我々的な結論で、これをさらにパンダ型の USB ハブなんかにつけるとこういうふうにですね、謎のパンダオブジェクトが出来上がる。そうですね、やっぱ PC に挿しているこっちのパンダオブジェクトの方が好きですけど、そうそう、あ、なるほどなるほど、クロスさせる、こういうので、これはあなたの創造性にお任せでいくらでもこうできるのと、こういうふうにですね、これは3 N ループの USB で給電できるやつなんですけど、つまりこれさえあればノートパソコンなんかなくてもどこにでもこれ持っていけるわけですよ。あ、なるほど、この謎パンダオブジェクト、うん、あ、抜けた抜けやすいのがたまに傷、これであなたの創造性に、はい、お任せしてですね、あれ、いくらでもアートのものは、いくらでもアートのものは作れる、うん、アートすぎますね、アートすぎるものが作れる、はい、こう黙るとファンの音がシュイーンと鳴り響くスタジオです。こうやったからといって飛びはしない、うん、確かにこれをめちゃめちゃいっぱいつければ飛ぶんですね、はい、きっと100個ぐらいつけるとプロペラは揚力を生み出してない。なるほど、そうかそうか、ヘリコプター以外は、はいはい、そうか、プロペラはあくまでもあれは推進力なので、はい、なるほど、揚力を生み出してるのは羽じゃないですか。なるほど、だから、飛ばない前には行く、でもこれでも動きますよ確か。なるほどですか、まあ、冷静に考えて1個1個で動かないわけだから100個にしても別に変わらないですよね。そう、これね、よく振動で、はい、動きませんでした、さっきね、こいつね、ぐるぐる回ってたんですよ。え、本当ですか、振動で、はい、ギュイーってだんだん動いたんですよ。なるほど、はい、ということで、はい、パンダの USB ハブはそんなことするためのものじゃない、うん、これあれですよ、今回最後は初めてパンダが安定して立ちました。あ、そういえばそうですね、これが究極のバランス、これが究極の、これバランス取らせるのなかなか難しい、はい、はい、ということで、また月曜日、また月曜日、あ、そうだ、もう一個、はい、あと柴田さんに復習すると、このヘアピンタイプの移転、ちょくちょく移転が発生しますね。このコーナー、 USB 扇風機があって、これがなかなかそんなに風が来ない、うん、でも一番高かった、そう、2キュッパでした、2キュッパ、2キュッパでした、でした、はい、それではまた来週、また来週、また来週お会いしましょう。来週実は月曜日休み、あ、そうか、確か今度火曜日ですね、そうそう火曜日なんで、英語講座で、ね。